おはようございます。長州石炭坊ナビゲーターの長州賀野です。いつもご覧いただきありがとうございました。これからも一つよろしくお願いいたします。今回も長州の石を探訪してまいりましょう。再び今日も幕末長州を語る上で欠かせない人物、幕末の思想家吉田松陰です。今回は吉田松陰誕生地を探訪しましょう。松陰先生が生まれた場所というだけでテンションが上がります。ドキドキしますね。このチャンネルは旅番組のような史跡探訪なので、お気楽にお楽しみくださいませ。それでは長州史跡探訪。松陰先生と弟子の金子重之助の銅像が立つ、こちらが山口県萩市鎮東にある吉田松陰誕生地です。ちょっとここ滑りやすいので気をつけてくださいね。雨の日は特に滑ります。何度か豪快に滑りました。1830年天保元年8月4日に松陰先生は家禄26石の萩藩士杉百合之助さんの次男として、ここ松本村にある団子岩のふもと三層重邸で生まれました。杉家は1825年文政8年、もともとは川島の里に住んでいましたが、大火に遭い松本村に越してきました。生まれたんですね。風光明媚な場所で少年時代を過ごした松陰先生、この高台からは萩の町を一望できます。萩市のシンボル雫山が見えますね。当時はここから萩城も見えたかもしれませんね。そしてこちらが松陰先生冬の井戸です。こちらの井戸で松陰先生は身を清められたと言われています。萩を流れる阿武川の清らかな水、僕も阿武川の清らかな水がうぐゆでした。すいません、ついついらぬ自慢をしてしまいました。萩で生まれたら萩市民はみんなそうなんですよね。さて最後に忘れてはいけない日を見に行きましょう。ちょうど今から100年前の1922年大正11年、吉田松陰先生誕生の地と刻まれた日が立っています。こちらはかつて松下村塾の門下生で、後の陸軍卿内閣総理大臣を務めた山形有朋揮毫の日です。最高の地位まで上り詰めた山形さんですが、自らを門下生と名乗るところに尊敬の念を感じますね。はい、長州史跡探訪いかがでしたでしょうか。松陰先生の原点に触れることができる場所がこうして今も残されていることをとても嬉しく思います。まだまだこれからも長州の史跡探訪を発信してまいりますので、よろしくお願いいたします。意外に面白いかもと思った方がいらっしゃれば、チャンネル登録をしていただけたら大変幸せます。それでは次回の長州史跡探訪でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。